はい、本当に実話なんですよね。実話です。スケちゃん、じゃあ判定お願いします。ルルル、判定は丸。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、まあいろいろありましたけど、何枚ずつ取ったかっていうのがね、同点なんですね。4枚ずつなんですよ。4組ずつなんで、はい、これは本当に相殺しますか、我々消滅しますか、はい、カード数が同じ場合、最終的に罰ゲームが多かった方の負け、わしじゃ。ということで以上、トガワンポイントバトルイグラスペシャルでした。イヌラジ TV ショー DJ CD。メールが来た。だからなんだって言うんだよ。なあ、アキラ。黒犬メール便。はい、ということで、ふつおたです。はい、早速、こちら犬ネーム、はい、ケモラーさん。ケモラーさん、ケモラーさん、はじめまして、いつもラジオ楽しみにしています。はい、ラジオで皆さんがお便り待ってる待ってると言っていたのでメールしました。はい、言ったんですか。あ、僕言いました。はい、らしいです。なるほど。では質問です。はい、タイトルに犬が入っていたり、はい、作中子猫が登場したり、はい、軍事の小動物好きがやたら目立っていたりするトガ犬ですが、はい、皆さん動物は好きですか。また何の動物が好きですか。私はウサギが好きです。おお、ということで、はいはいはい、まあね、杉田はね、あの犬、ワンちゃん飼ってるしね、はい、猫も大好きです。ああ、はい、あの猫ね、そうですです。そうだ、犬ナオジももうね、はい、結構な年になってきましたよ。うん、ええ、相変わらずな感じ、彼は、はい、あのちょっと、ええ、ビビりな感じ、ずっとビビってますね。ええ、そっかそっか。テレビから僕の声がすると部屋の中探すらしいですよ。へえー、すごいね、なるほどね。私は何の動物が好きですかね。まあ飼ってたのは昔ハムスターとか飼ってましたけども、まあ虎の赤ちゃんが好きです。おほほほほ、かわいい。 あとマレーバクが好きです。サーバルキャットっているじゃないですか。何だっけ、あのヒョウみたいな、あの毛の長い虎みたいな、あの赤ちゃんが超絶に可愛いんですね。やばいよね、あの辺の猫科の大きくなる大型肉食獣の子供、やばいよね。危険なほど可愛いですね。手がでかいし、そう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 、ホワイトタイガーの子供欲しいんだよね。大きくならなければいいなと思うんだけど、大きくなったらなったで、俺に懐いてたの。懐いてるまんまですよ。かっこよくね。そうですね、俺連れて歩くよあれ。街を。なんて名前にしよう。いろいろなんか引っかかりそうなんで言いますけどね。はい、はい、ということで、はい、はい、続きまして、はい、いい、こちらです。都外のネーム、みわさん、勝手につけました。鳥海さん、はい、杉田さん、こんにちは。こんにちは。私は杉田さんのファンなんですが、ありがとうございます。うん、以前鳥海さんと福山さんが杉田さんの真似をされたのを聞いて、うん、衝撃を受けました。と同時に杉田さんが本当はどんな人なのか疑問に思いました。そこでお二人に質問です。はい、鳥海さんは杉田さん、うん、杉田さんは鳥海さん、うん、お互いどんな人だと思っていますか。自分のことをどんな人間だと思っていますか。答えてください。おー、うーん、で真似、モノマネをしろというのがあって、はいはい、でね、その時お互いのモノマネで二人とも結構残念な感じになったので、そんな、そう、結構残念な感じになって、はい、杉田ならできるみたいな感じになったのかな。はいはい、それでやってたっていうのがあったんですけど、はいはい、お互いを面と向かってなんか言うのも ね、 そうですね、恥ずかしいね、うん、どんな人間か、どんな、うん、服が高い。あまあでも1週間この黒いズボンですけどね。衣装と普段着にこうギャップがあるっていう、衣装になるとちょっと高くなるっていうのが、まあ、確かにあると思いますね。はい、どんな人間、そうだな、でも杉田は独特だと思いますよ。なんかあのその物事に対する考え方とか、なんだろう、その感じ方とか、例えば、うん、まあ普通の普段のあれもそうだし、あと例えばイベントだったりとか、こういうラジオやってる時とかに、うん、人と違ったアタックポイントで来るから、はいはい、俺はすごく面白いのね、なんか、うん、はい、そうそう、その上でギリがたいじゃない、その上でギリがたいってあんまりつながってないんだけど、はい、うん、だから私はすごく好きですよ。ありがとうございます。
はい、真面目に語ってみましたけど、はい、真面目な話。そうですね、トリさんは、あの某雲のような人がいるんですけども、なんとかの剣っていうのああいう感じにこう何かこうゆったりとした時間が流れてるんですけど、こうちゃんと物を考えているんです。でカッて動いた時にすごい速度で動いて物事をカッて解決して、こう何事もなかったようにもうブーってブーって帰ってくるねって言ってそういったその余裕と言いますかね、いい意味で、そういうとこってあのどうしてもあの必死に なりがちなあの生き方の中で、僕とも結構すぐ焦ったりとかするんですけどもそういう中でトリさん そのどっしりと構えたところが僕はすごい尊敬してます。 ありがとうございます。であと、いっぱいそのイベント、人がいっぱい出るイベントとかに鳥海さんの名前があると安心します。お母さんですよ、もう。声優界のお母さん。お母さんですよ、ポジション的に。ありがとうございます。ちょっと何ですか、DJCD になっていい話が聞こえたんじゃないですか。じゃあ続きまして、こちらは犬ネーム、つるつる頭でニコニコさん。鳥海さん、杉田さん、こんにちは。こんにちは。DJCD 化おめでとうございます。はい、おめでとうございます。これでいつでもどこでも犬ラジが聞けるのかと思うと嬉しいです。はい、はい。最後の鳥に、二重にね、最後の鳥にね、鳥に、ケイスケ役の杉田さんがゲストということで、やっと、アキラ&ケイスケゴールデンコンビが揃いましたね。ありがとうございます。ということで、はい、お願い事があるんです。え？ご自身演じられてるキャラになって、はい、この DJCD の聞きどころを、宣伝してくださいませんでしょうか。お願いしますということで、これ、売ってるところの会社の社員の人じゃないですか、ね、ここはカットさせませんからね、まあ一応でね、なんかまあいろいろすぐバッて考えるの難しいと思うんで、はい、これを、はい、キャラでだって、はい、キャラで、難しいですね、はいはい、聞きどころ、かっこ聞きどころって書いてあって、好評発売中みたいな文言が書いてあるんですけど、宣伝です、はい、ケイスケですか、ケイスケ、ケイスケ、どっちでもいいよ、好きな方、どうも、ケイスケです。いよいよ、犬ラジの DJCD が発売になりました。これを一つのイヤホンでアギラと聞けたら、やっぱ申し訳ないから、両方使いなよ。犬ラジ TV ショー DJCD 好評発売中。すごい素晴らしいですね。じゃあアキラね、あ犬ラジ TV ショーが DJCD になって発売になったらしい。ケイスケが欲しがってたから帰りに買っていってやるか。ブラスターの景品で CD とかあるんじゃないですか。パチンコ屋じゃないんだろう。はい、はい、ということで以上黒犬メール便でした。犬ラジ TV ショー DJ CD。来てますね、結構来てるよ、やばい、あ左です、あ左のここ、あそこピンポイント来てるでしょ、こうやってこう、うん、おこういう流れが来ていて、おこの辺に、あいててててて、あいてて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 て、絶対やばいですよ、やばいよね、バリバリなんだよ、こう流れがこう走ってるんですよ、頭のこの辺に来るんですよね、左がこ今ひどいんだね、あ来てますね、いつも右なんだけどな、かばっててそうなっちゃうのかな、これは強くやるよりも、ほんと気持ちいい、はい、はい、約30回です、はい、ありがとうございました。はい、犬ラジ TV ショー DJCD お別れの時間が近づいてきました、はい、ということで、はい、特番ね、特別番組という形で今回こういう風に CD の中に入ってるんですけども、はい、どうでした。はい、そうですね、あのまああのまあ、DJCD 、まあ、要するに、あの今までその、の本放送をこう聞けなかった、その地域であったり、その、まあ、ネットだから大体聞けんだけどね、まあまあ、環境的な問題ももしかしたらあるのかもしれませんけども、でも、まあ、いつでもいろんなところで聞けるっていうことで、今までの6回分の総集編も入ってるんですよね。それはまあそういう意味で、あのありがたいと言いますか、そしてあの読んでいただきありがとうございました、はい、ぜひね、あのドライブ中にこの CD を聞いて、あの運転を誤らないようにお気をつけください、はい、なるべく部屋でね、そうですね、ゆっくり聞いてほしいですね、はい、あのなんかお菓子とか食べながらね、はい、はい、ということで、ではではまたいつかどこかで
そうですね、はい、会えることを願いつつ、はい、犬ラジ TV ショー DJCD はこの辺で。お相手はアキラ役鳥海浩介と圭介役杉田智和でした。またね。犬ラジ TV ショー DJCD。 この番組は角川書店、ニトロプラス、フロンティアワークス、マリンエンターテインメントの提供でお送りしました。またどこかで会うこともあるかもしれない。生きている限り俺信じてるから、また必ず会えるって。